はい、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、風道でございます。眠いです。待ちに待ちました、週末土曜日朝7時16分でございます。おいお風道と、お前こんな朝早くから起き出して何しとんねんっていうね声が聞こえてきそうなんですけどもね、安心してください。私ね、いつも仕事で朝はねもっと早い時間に起き出しておりますということで、まあそんなこんなでね、まあ先週1週間は仕事でね、いろんなこの社会の厳しい北風逆風にさらされまして、私はねあの心身ともに疲れてしまっておりまして、この今週末すごく楽しみにしていたんですよ。まあ今週末はねそんな疲れを癒すためにこのやりくろちゃんでねどっか温泉でも行こうかななんてね思って用意をしておりました。で走り出したはいいんですよ。なんですけどね、あの途中で急に気が変わってね、あやっぱやめたってなるねまあこれも結構あるあるなんですけどね。はい、そんなわけで今回はね主に、まあ、この辺ぐるぐる回るだけなんですけど、このやりくろちゃんのね街中での走行性能がどんな感じなのかっていうのをね、だらだら喋りながらちょっとねご紹介していきたいと思います。まあいつもはねこのエクステリアとかね、あの内装関係とかカスタム関係のお話はさせていただいてるんで、今回はメインにねその辺を撮っていきたいと思います。それでは早速レッツゴー。はい、じゃあ早速駐車場から出ますか。ブレーキペダルを踏んで、ハイブリッドシステム起動しましょう。ドライブイワードリームス。はい、これでシステムが起動したので、ゆっくりじっくり安全を確認してバックしていきましょう。本当にこのクリープで走るときっていうのは本当静かだよね。めちゃくちゃ静か。音声でどれぐらい入ってるかわかんないですけどね、この走り出しにヒュイーンヒュイーンっていう音がね、すごくなんか最近の電車っぽい音がしてね、なんか結構気に入ってんだよな。はい、で走り出しはすごく静かなんですよ。なんですけどね、こうちょっとした上り坂とか、あとは速度がね30キロぐらいからエンジンがかかり始めるんですけど、その時はねあやっぱかかったなっていうのはわかりますね。はい、で今 EV モードで走ってますね。でこれコツなんですけど、こういうね下り坂、ちょっとした下り坂の時はね、もう積極的にアクセルを抜いて惰性で走るようにしましょう。そうすると、まあ、ここに見えてるかどうかわかんないですけどね、回生ブレーキ働いてバッテリーに積極的に充電されていくので、ある程度スピードが乗って信号が赤だっていうのが分かった時点でね、早めにアクセルを抜いてやるといいですね。まあやっぱり3気筒独特のこのどこどこ感っていうのかな、どうしてもねこの構造上バランサーが入れられないっていうエンジンのね構造上、まあ、効率はすごくいいんですけど、まあ振動がね、振動と音がどうしてもデメリットになってしまうので、そこはさすがにね世界のトヨタさんでもなかなかねうまく解決することができなかったのかな。はい、あとゆっくりね信号青になってから踏み込んでいくと30キロ、まあ粘れるときは40キロぐらいまではその EV 走行が可能なんですけど、結構ね後ろからのプレッシャーとかもあるんで、その辺はなんで、これはね例えば50キロまで速度乗せたいなと思ったときは50キロまで一気にブワーッともうエンジン使って加速して、その後にねスッとアクセルを抜くと この針がねスッと下がって EV モードになったりするんで、こういう立ち上がりですね、こういうところはあえて強めに踏んで出したい速度まで、まあ、ここ40キロなんで40キロまで行きますけど、ね、40キロまで行ったらスッとアクセル抜くと、そうすると EV モードなんで、その後ふわーっとアクセルをね入れていってあげるとしばらく EV モードで走れるんで、この辺はコツですね。まあ、あとね俺この車ですごくいいところだなと思うのがね、このハンドリングなんですよ。まあ、ここ峠でも何でもないんですけど、こういうコーナーがあるとね、まあ本当にねニュートラルステアというかね、思った通りにこう車が向きを変えてくれるっていうので、ある程度の速度域からこう突っ
コーナーに入っていっても本当にスポーツカー顔負けとまではちょっと言えないかもしれないですけど、結構いい感じでねガッと打角がついて鋭角的にこう入っていってくれるんで、いや本当にね操る楽しさっていうのは本当にありますね。まあ、あとこれ毎回言ってますけどね、このなんかウエット感のあるもうやめなさいって、そうこのハンドルがねまた小ぶりのパイとこのしっとりした感じがすごくね良くて、ここの質感ね本当にいいですね、めちゃくちゃ気に入ってます。はい、こういう出だしですね、ここは結構もう強めにいってエンジンの力である程度の速度域まで乗せちゃってからスッと抜くと、ただ EV に入るんで、うん、あとはゆっくりじわっと踏み込んであげると、この惰性の最初に乗せた初速で惰性でねある程度 EV をキープしてくれるんで燃費がぐんぐん上がっていきますね。さっきガソリン満タンにして今10キロぐらい走りましたけど、この時点でリッター 27.6 ぐらいなんで、まあ、めちゃくちゃいいですね。あといろんな人たちのこのヤリクロのレビューで結構ロードノイズどうなのっていう人多いじゃないですか。自分は Z モデルなんで18インチ215の5018なんで、まあ俺もその辺どうなんだろうなと思って乗ってるんですけども、確かにロードノイズねあるにはあるんですけど、ただ EV モードで走ってる時が静かすぎるので逆にロードノイズが気になるって、これもう致し方ないところで、まあエンジンがかかって走ってる時はねそんなに気にならないし全然許容ないかなっていうのはありますね。あとこの回生ブレーキはやっぱり慣れないかな、うん、なんかスッと抜けてなんかゴツっていう感じがあるのちょっと気持ち悪いですけど、あとこのウインカーの音ね、あの最近の車ってさ結構ウインカーのこの音色を変えられたりするじゃないですか、電子音を、なんですけどヤリクロはこの音だけですね、まあ、スタンダードな昔ながらのチッコチッコっていうね感じでございます。まあ、あとこうエンジンで走ってる時のこのエンジン音、車内に入ってくるエンジン音がなかなか動画で伝えづらいのが残念なんですけど、まあ、その EV モードで走ってる時との差がねやっぱり大きい分どうしてもねそのギャップの差が大きくて、それがねすごく気になる人は気になるかもしれないですね。なんでこうトヨタの最新のねハイブリッドだからっつって買った人はちょっと面食らっちゃうかもしれないですね。俺もどっちかっていうとその口で、うん、特に3気筒じゃないですか、これ4気筒だったらそんな気にならないと思うんですけど、この3気筒の音はね本当これ悪く言うと一昔前のこう結構トラクター的なね感じ、まあよく言えば3気筒で、俺がそのこう乗っててさ、あまたヤリクロが走ってきたよ、めちゃくちゃ多いね、センキュー仕方されたわ、やめなさいってバスの運転手じゃないんだから。まあ今13キロ走った時点で 29.4 っていうねリッター平均燃費が出てますね。まだ13キロしか走ってないんであんまり参考にはなんないかもしれないですけど、もう恐ろしい燃費ですよね。このヤリスクロスに関しては、まあ、このトヨタの TH2 全般に言えるのかもしれないですけどね、ちょっと高速乗ると燃費が落ちてくる傾向がありますかね。一番燃費がいいってされてる80キロで走行してもなかなかねこう EV で走ることもあんまりなかったりするんで、うん、高速だとね結構ガソリンメインでエンジンメインでね走行することが多いみたいですね。はい、でこのヤリスクロスめちゃくちゃ運転自体は操縦自体はしやすいんですよ。なんですけどどうしてもねこの視野が狭いというかね、あとこのピラーはピラーのね特に根元が太くてね死角も多いんですね。なんで結構ヒヤッとする場面、今までこういうのではヒヤッとしなかったよねっていう場面でもヒヤッとすることがあって、ちょっとねこの曲がるときとかは気を使ったりするんですよ。こういうときね、この車がこっちに出てきます、前の車は曲がります、俺も曲がります、でも幅がないっていうときのこの3ナンバーゆえのこの車幅感がねちょっとつかみづらいなっていうのがあるんですよね。こういうとこもねちょっと死角が多いので曲がるとき怖いなっていう印象です。
まあ、あとこの18インチで215の5018かなんでね、結構ゴツゴツ感もあるんじゃないかなって思ってはいるんですけど、まああるにはありますもちろんね。なんですけど、普段今は撮影のために全部音消してますけど、音楽聞いたりなんなりしてるとね、言うほど気になんないんで全然許容範囲内ですかね。昔あのシャコタンの180に215の40とか45を履かしてた時あったんですよ、タイヤ引っ張ってね。まあその時はもうめちゃくちゃ乗り心地悪かったんで、うん、それがまだ覚えてますからね、体がね。それに比べたら全然ですね。まああとこのね、静寂、今 EV モード走ってるんですけど、この静寂がどの速度域でもこれだったらもう神車ですね、これね、マジで。でこうやってエンジンがかかっちゃうとどうしてもね、ゴロ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 っていうのが入ってくるんで、この辺がちょっとね雑味というか、3気筒の味のね良さでもあるんですけど、これを味と取るか、うん、ストレスと感じるか、それはあなた次第だ。はい、でこのヤリクロね、もうちょっとこう視野が広くて、視覚がねどうしてもこうピラーが根元が太いんでね、まあ、後ろもそうなんですけど、視覚がすごく多い車なんで、それさえねなければ、老若、幅広い人にね、まあ、今でもすごく受けてますけど、もっともっとね敷居が低く安全に乗れるんじゃないかななんて思ったりしてますけどね。まあそれにしても今のねトヨタの安全機構、もうブラインドスポットモニターしっかりね、まあ、いろんな機能がね高級車と同等のねものが Z モデルでは標準でついてますから、この年代年式の車はね、うん、いや恐れ入りましたっていうところではありますね。はい、というわけで今ね給油してから20キロ走行して平均燃費が30キロっていうね異常な燃費が 30.1 になりましたね。叩き出されました。まあこんな感じでずっとドライブしてたらものすごい燃費で走れるんだなってね、 30.3 になりましたね。めちゃくちゃすごい燃費出してるよね。今結構な悪路を走ってるんですけど、この振動と音、うん、サスペンションもね結構固めなんですよこれで、まあ車高が高いんで、まあ、ある程度ねこうゴツゴツ感っていうかね揺れ感は出ちゃうんですけど、ただダンパーがねうまくこれ収縮してくれるんで、その見た目とかね思った以上に乗り心地は悪くはないんですよね。これが不思議なことに、このバネレートの調整がもう本当にね秀逸ですね。なんで乗っててね、この街中で乗ってて楽しい SUV っていう、あとこの間動画にもしましたけど、山梨のほったらかし温泉に行った道中でね、ものすごいこう峠道も走ったんですけど、全然ロールすることもなく、まあしないと言ったら嘘になるんですけど、はい、ストレスも感じることなく走り切ったんで、いやさすがだなって思いましたね。はい、で今日ガソリン朝入れてから21キロ走ってるんですけど、もうこの時点でねだいぶねこの腰がちょっとね痛くなってきてね、俺腰痛持ちなんで結構腰にくるんですよ。なんでね21キロぐらいでちょっと腰が重くなってきたなっていうのがあるんで、シート自体はね質感もいいし悪いシートではないんですけど、どうしてもねこの角度的にというかね、お尻の方にこう下がってますから傾斜がついてるんで腰が痛くなってきちゃうぞっていうところですね。まあそろそろ暖かくなってきたんで、このシートヒーターも使わなくなってくるんでね、そろそろちょっと低反発の座布団的なものとね腰に添える何かをねまた買ってこようかななんて思ってます。このヤリスクロス運転しててやっぱり視野が狭いなと感じるのは、このディスプレイオーディオ、これがね上にこう飛び出してるのと、その上にこのミラーがあるじゃないですか。でここの幅がどうしても狭いんで、うん、それがこの視野の狭さを作り出しちゃってるなっていう感じですかね。
まあ、あとこのディスプレイオーディオ、最近ね、会社で日産のルークスっていうね軽自動車1台導入したんですけど、それについてるディスプレイオーディオにね、大きさも画質も全部負けてるぞお前っていうねしょうがないということで、まあ、あと一つ気になったのがこのオーディオね、これちょっと著作権の問題で音は流せないんですけど、一クリック間のさ、その音の上げ下げあるじゃないですか、一クリック間でほとんど差がないんですよね、このやりくろなんで、もう何回もわーっと押してようやくちょっとずつ上がってくるような感じがするんで、そこはちょっと気になりますかね。まあ俺の耳が悪いだけなのかもしれないですけどね、耳難聴でちょっと病気してるもんで、はい、まあ、転移って言って左と右、これトーンデフって言ってさ、日本語に直すと音痴っていう意味なんだよな。何笑ってんだよ。はい、てなわけでこの KPJ 的ね、この風道的ヤリスクロス走行動画インプレッションなんか撮ってみましたけども、いかがでしたでしょうか。結局のところ、まあね、どんな人にこのヤリスクロスを一番おすすめしたいかっていうところで言えば、まあ、老若男女全ての方にね、かっこよくエキサイティングにね、こう燃費よく通勤からドライブ走りたいよっていう人にね、まあおすすめできる、それこそね神がかった一台じゃないでしょうか。神車というんでもね間違いないんじゃないでしょうか。ただやっぱり注意しなきゃいけないネガな部分ももちろんあって、その視野の狭さゆえにね、視覚が多いゆえに、うん、ピピピピってね、俺も何回かちょっと危険な思いをすることもあったりするんでね、より一層のねこの状況確認っていうかね、巻き込み確認とかは必要だと思うし、あとねトヨタのそのさっきも言ったんですけど、最新のハイブリッド車だからさぞかし静かでなんちゃらねっつってね、買う人はちょっとこうエンジンがかかってる時との差にね、ちょっとびっくりするかなっていうところももちろんあったりだとか、これが本当に4気筒だったらね、もっと静かだと思うんですよ。こうエンジンの切り替わりとかね、エンジンから EV に切り替わる時の感じはすごくシームレスでいいだけにね、ちょっとこのゴト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 ゴロゴロゴロっていう感じがもったいないっていうのだけありますかね。あとは掃除ってね、すごくいい車だと思います。神車ですねこれはね。はいはい、てなわけで見てよし乗ってよし、まあ、所有感ももちろんね高いこのヤリスクロス、リセールバリューももちろん高いし、コスパももちろんいい車であります。はい、そんなところで今ご検討されている方、そしてね納車待ちの方、結構うちのチャンネルのリスナーさん多いんでね、何か参考にしていただけたらななんて思っております。あとこのウィンカーねちょこっと押すとね2、3、4、5で止まるんでね、これも絶妙なんですよ。日産のルークスはね3回なんでちょっと短いなっていう感覚はあるんですけど、合流とかね車線変更の時に5回っていうのはね絶妙にいいところ取ってきてますね。あとちょっと癖のあるこの回生ブレーキなんですけど、革靴で乗るとね俺めちゃくちゃ下手くそなんですよ、なんかガクンガクンするんですよ、急ブレーキかかったみたいになったりするし、なんだけどね今日ブーツなんですけどね、ブーツぐらいで乗るとね結構力加減そんなにシビアじゃないかな、うまく止まれる回数が多いですね。はい、そんなわけでまた次回何かしらの動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。風道でございました。バイバイ。